にちは、バランです。今日はちょっぴりかっこいい感じのモード系なピアスを作ってみたいと思います。このフレームは太いワイヤーを代用して作っているので、ぜひそちらも参考にしていただけたら嬉しいです。透明のレジン液、タカラネイルレジン着色剤のバイオレット、ブルー、マスタード、オレンジ、レッド、ブラックの6色です。それからアメリカにはなかなかフレームがないので、こういった太めのゴールドのワイヤーを使ってフレームを作っていきたいと思います。それと仕上げの飾り付けとして、半球のパールとブラックの穴の開いていないビーズです。形はブリオンとよく似ています。それとゴールドのブリオンを使っていきます。ワイヤーを15センチくらいに切りました。このワイヤーの真ん中あたりに爪を当ててグッと曲げます。もともとワイヤーがカーブしていたので、このカーブをそのまま使っていきたいと思います。そしてこのクロスの部分をカットしていきます。これで外側のフレームが完成しました。今日の形はとってもシンプルで簡単です。そして今回はこのフレームの中を4つの仕切りで分けたいと思うので、この中に入るようにワイヤーをカットしていきます。少し細かいんですけど、このワイヤーの切り口がこう切ったために上を向いているので、このワイヤーに合わせてこうやって切ってあげると、このワイヤーの切った部分が外側の曲線とぴったり合うので、そうするとレジンが流れにくいです。こんな感じで片方の曲線が中に入ったので、反対側も反対向きに切ったワイヤーを中にはめ込んでいきたいと思います。完成形はこんな形を目指してます。最初に切ったここの残りのワイヤーがちょうど良かったので、ここに合わせて切って最後はめていきたいと思います。
完成しました。本当だったらこういった形のフレームを購入して作ってみたかったんですけど、アメリカにはこういったゴールドのフレームを購入できる場所がないので、今回は太めのワイヤーを代用して作ってみました。いつもとは全く雰囲気の違うピアスとなったんですけど、ちょっとこうかっこいい感じのモード系なイメージで作ってみました。このピアスの金具、本当だったらこの色味を下にしてこうやって耳につけたかったんですけど、ここがピアスの金具が丸見えになってしまったので、ちょっと今回はこっちのブルーの方にして、なるべく目立たないようにつけてみました。もし本当に透明のこの上部分に金具のパーツをつけたいなっていうことだったら、こういったパールなどを上に持ってきてピアスの金具を隠して仕上げたらよかったかなと思います。なんですけど、今回はこのピアスの金具を隠すよりはこっちのワイヤーのつなぎ目の部分を隠したかったので、この真ん中にビーズやパールを持ってきました。結構このピアス大ぶりで存在感があるんですけど、だいたい直径が5センチくらいあります。私の作るピアスやイヤリングは結構こうシンプルなお洋服に合わせてつけたいなっていうイメージで作ってるので、かなりインパクトが大きいなと思います。今回のピアスは特に。最近コメントでもいただいたんですけど、こういった最近作ったピアスやイヤリングを実際につけたところを見てみたいなっていうコメントをいただいたので、また近々外の天気がいい時につけて写真や動画を撮れたらいいなと思ってます。結構前の動画で一度そういった着画の動画を作ってみたんですけど、また最近のピアスバージョンを作って皆さんに見ていただけたらなと思います。この手元だけで作ったピアスを紹介するのと実際につけた感じはまた全然違って見えるので、ぜひそちらも参考にしていただけたら嬉しいなと思うので、しばらくお待ちください。ということで、今回はちょっぴりかっこいい感じのピアスを作ってみました。もしこのアクセサリーが少しでも可愛いなと思ってくださったら、チャンネル登録ぜひぜひお待ちしてます。またぜひ次回の動画も見てください。ありがとうございました。